とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーで2ついいものが出るまでやめられません。やっていきましょう。今、朝です。朝ってね、なかなか出ないのよ。まあ、出ないんだけども、頑張って、2つ。まあ、若干妥協してもいいので、2ついいものが出るまで、やり続けます。とりあえず、一発目。ダメだね。このスノーアーマー、エンチャントはね、まあそこそこなんだけども、スノーアーマーか。よろしくないね。谷の子のままも持ってるんで、バーストゲイル棒か。あっちの方をちょっと探してます。何回目でいいのが出るんでしょうか。とりあえず、本日、スタートです。頑張ろう。2周目。これは絶対外れだろ。絶対外れじゃん。ダメ。3周目。おお、あー、ダメか。ダメだね。惜しい。次はどう、残り火はまああるかな。高速周回用で。あー、いいぞ。いい。クールダウン2ついてるし、瞬速がついてる。これはいい。これはいい。これはね、高速周回いける。ゲットです。1個目出た。それでは実際使ってみましょうか。回避をすると速くなる。そこまでかな。むちゃくちゃ速いっていうわけではないけども、いいか。そこそこは速くなるにはなるっぽいっすね。でもなんか思ったほどでもないな。やっぱりクールダウンがもう一個欲しいか。3つは欲しいところだな。なんで？なんでだ？これタワーシーズン1の第1階層でしょ。なぜか8階にこれが出てきた。何これ。ちょっとびっくりしたんだけど、いつもと違う場所と思ったんだけど。何変わった？変わったの？バグかなこれ。次に行ったら、普通通りだわ。今の何？びっくりした。あの8階は何だったんだろうね。全くわかんない。なんか変になったんだけど、出てくる装備はまあ普通だね。次行こう。お願いします。バブルバースター来た。どう？性能波。ロールチャージついててね、ちょっと惜しいんだけども、ダメやね。ダメ。フルプレート。個人的には好き。でももう一個いいのは持ってる。破滅のダイナモは欲しいけどもついてない。ダメだ。クールダウンなしかよ。次。来い。ノーマルイカか。ダメ。次。どうだ。スポンジか。でもこの前のね、生放送で、二つぐらい配れたから、いいか。でも、痛みが入ってないな。メナス、ダメだ。ダイナモはあるけどね。クリティカルさん。このブロードソード意外と強い。いや、強くはない。エンチャントが良くねえな。すげえな。一応これにしようか。なんかちょっと出が悪くなってきたね。よろしくないな。そろそろ来てほしいんだけどね。
そろそろ出て、ヤギか。まあまあ殺戮はダメでしょ。マウラーズ、ダメ。ヤギ、いや、よくないね。そろそろ終わりたいな。もう少し頑張ります。違うんだよな。いや違うんだ。そろそろ来ないか、来ないか。ケイブクローラーもね、悪くないと思うんだよね。コウモリが出るのが意外といい感じだもんね。クールダウンついてるのはあるけど、ダメだな。ほい、ダメか。ダメだ。そろそろお願い、頼む。まあクールダウンショットあればワンチャンある。お、いやでも死なれたか。これ弾数がもうやたら少ないんだよな。まあ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 、いいけどね。厳しいな。いやでも意外と良かったりする？するかな？これ行こうかね。今日は結構かかっちゃってるんで、ここで勘弁してください。一応ロールチャージとクールダウンショットがついてます。まあ他はね、あ、そうか、毒が一応あるのか。毒矢があるから一応弾数が8本ぐらいはそれで増えるので、まあ緊急的にはちょっと役に立つな。まあまあこれでどうでしょうか。はい、ということで2つとりあえず出ました。まずはこれね、残り火のローブ、瞬速がついてるんで回避を使うと移動速度が 50% アップするってやつだね。まあまあまあ最大までアップするとかなり速くはなります。そしてしだれたツタ20本だけども、まあ威力はある、威力はあるんで、クールダウン用じゃなくてもちょっとは使っていけるのかな。で弾が、まあ、20本でちょっと少なめなんだけども、毒矢が回復を使うと8本生成されます。まあ、それで若干はマシじゃないかな。はい、ということでまたやってみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。